食わしたかったし、俺らもやっぱ衝撃もらったから。ちょっと待って、ちょっとやってみてもらっていい？台風の目、中居目の光景、このはムーブで穴埋め、クランプで花向け、バングライブハイプ、バックランプライブ。トリキャストレーザーズディレクターのスティック潤です。リーダーのソルジャーステキスです。この2223シーズン、はい、レーザーズ数多くの作品の中で、はい、今季ね対戦方式ということで、はい、いやー頭悩ませてね、なんか戦略性がとてもね今季は必要だったかなと。その対する相手にどういう作品を持ってくるのかっていうところで、はい、頭を悩ませつつの、まあ、なんとかチャンピオンシップに出て悲願の優勝目指していったわけなんですけど、はい、やっぱ3試合やるっていうところで、ね、うん、常にこう、うん、クランクランクランクってじゃやっぱどうしても、うん、ダメなわけじゃないですか、はい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 、絶対優勝はできないっていうところ で、はいはいはい、で今季も自分たちの手の内も目指してる皆さんだったり、はいはい、毎日見てる人はもう分かっちゃってるのかなっていうところで、はい、テコフじゃない切り札という、ね、切り札をあの今回は解説していけたらなと。僕たちが選んだ作品は、はい、チャンピオンシップセミファイナルで使った作品です。はい、入場から行きたいと思います。はい、じゃあ見てみますか。はい、どう緊張した？そうですね。この入場がいつもと違って、このお客さんの間はヌーっていうのが、監督がさ、この辺だからさ、もう見づれ見づれ、はい、全く見えなかったですか？見づれよっていう。いやー、俺これなんか入場あんま良くなかったか。これはトライアルマッチとは違ってちょっとこう入っていこうかなっていう入場のスタイルで、キャラ作りだね、キャラ作りしちゃってる。みんなキャラ作りしちゃってる。じゃあ俺まずいっすよねこれ。クールな作品なのにさ、作品はすげえのにさ、お前は最初から笑い取りすぎちゃダメだよ。ちょっと待って、ちょっとやってみてもらっていい？面白すぎちゃって俺ちょっともう涙がもう。すいません、じゃあ行きます。はい。で、このシムのリーダーなんだろう、今回のスピーダンサー、スペシャルダンサーということで、はい、大久保さやちゃん、はい、東京シティバレエ団、はい、はい、そして今日 Z のイメージでこう KTR をね、はい、でかっこいい。いいですね。KTR かっこいい。お前がちょっとふざけすぎてる。いや、俺なんか。なるほど、なるほど、なるほど。あ、さやちゃんね、ほんと綺麗だね。綺麗ですね、いいですね、うん、映えるよね。映えますね、うん、素もいいのにも化粧も映えるし、いや、花があるね。ショーの方行きたいと思います。はい、うん、いいですね、このちょっとこう、ね、雑踏の中を意識しながら、1羽の白鳥が紛れ込んだみたいなイメージなんですよね。うん、その人間の世界とちょっとこう白鳥のね、鳥の世界とこう、はい、色の違うこうね、ダチョウのようなグループとって分けたんですけどね、これ。はいはいはい、そうですね。そうですね。ここが今回の見せ場の一つですよね。はい、そうですね。KTR とのデュエットをちょっとこう、はい、なんで後ろで踊ってるみんなしっかりとこう今までやってきたクランプの動きとかは何ら変わりなく、クランプをやって、いやでもこれ大変だったんですよ。ちょっとごめんなさい、ここ行きたいと思います。行きたいと思いますよ。500年の歴史があるバレエというのと、20数年というクランプダンスですね。バレエとクランプっていうのがこう今までね、作品としてはここまではっきりと融合することっていうのはなかったと思うんですよね、はい、まあ、世界的にもですし、日本的には初のこういうコラボっていう、バレエとのコラボのクランプだったと思うんですけども、どんなジャンルはあってもみんなダンスに対する愛とつぎ込んでる練習量だったりとか、はい、目指してるところは一緒だよねっていうところの表現がここで交わって、リスペクトと今までありえないようなバレエとっていうところを見せたかったというところで、うん、まあ入れたけど、 KTR も本当にこんなんでいいんすかね、こんなんで大丈夫ですかねって、いや結構大変だったと思います。いやー、やりましたねこれは。いやー本当に。いきます。はい、じゃあ続きましょう。これね、水面をこう、水面をね、イメージして、うん、あ、素敵。はい、そしてお互いのスタイルをこう伝え合うというかね、でこう仲間に入れるっていうこの流れがあって、うん、入りましたよ。ここのさやさんのソロ素敵です。すごいここからさやさんも多少ちょっとね、ちょっとね、止めますか、ちょっとあれだよね、止めますか、ちょっとこうさらっと流しているかもしれないけど、はい、いやクランプのスイングとチェストと入ってるんだよね、うん、はい、そうなんですよ。絶対この短期間でクランプなんかできるわけがないんですよ。そうなんですけど、
でもそれを、はい、クランプのニュアンスを取り入れた上でのさやちゃんの動きにしてもらったっていうところが、うん、俺的にはミソなの。いやめちゃめちゃミソです。周りの人がいやそれクランプだじゃねえじゃんとかバレエじゃねえじゃんってどうでもいいんですよ。俺からするとダンスを表現したいわけだから、はい、バレエを表現したいわけでもないしクランプ表現したいわけじゃなくて俺らのこれが踊りだよっていうことの中に、うん、バレエの要素とクランプの要素をミックスした中でお互いのリンクした部分がこういうことだから最高です。さやちゃんって今ね東京シティバレエ団のバリバリやってるけども11年間やっぱオランダでやってたすごい。世界ってさ10人20人しかいないようなところで勝負してきて、うん、今があるからさクランプっていうああいうもうほんと下等なダンスの出身で、はい、ガチガチなさ狭い閉鎖的なスタイルだと俺は思うんだ、はい、でも変な言い方だけどバレエも歴史があって敷居があって、はい、やっぱ俺らには分かんない閉鎖的な、まあ、本当に格式がある俺はバレエだと思うんだよね、うん、いやそれをぶっ壊してくれたというか、うんうん、で俺もぶっ壊したかったし俺らもやっぱ衝撃もらったっていうかさ、はいはいはい、だからもう本当にそのソロのもう厚みがさっきのあのシュートの入場の顔ですよねじゃあ行きましょう、はいはい、しっかりとさやちゃん流のスイングも入ってはい素敵。いやこれシュートとしても大変だったね。これここはもう最後はクランプのルーティンガツッと俺は後ろででちょっとリンクする部分があっての一体感を出しつつもエナジーを出します。いやすげえリンクしてるけどな。あ最後ねみんなで羽ばたいていくっていうイメージをはい、ということでコンセプトとかテーマはあれどいちいちこうこの物語に対してあれはこうだこれはこうだってしたくないんだよね。見てくれた人がいろいろ想像してくれたらいいなっていう作品ではあるのよ。なるほど、まるで小説みたいな感じですね。そうそう、言葉を使わずに踊りでこう表現伝えていくかっていうところでは皆さんがどういう感情で見たか、うん、で最初からみんながみんな10人素晴らしいっていうのはもう100なくて10人中、ね、半分ぐらいよかったねって言ってくれたらそれが始まりでいいとは思って根本的に思っちゃう人だから、はい、短いこのチャンピオンシップの準備の期間の中でここまで俺が想像したイメージをちゃんと超えてくれたっていうのは本当にもうさやちゃんにも感謝、出てくれたメンバーにも感謝、はい、それを理解するスタッフにも感謝、クランプにも感謝、はい、バレエにも感謝、うん、神様感謝感謝バレエの世界とかはちょっとなかなか簡単に踏み込めない中で対レジット、はい、本気勢いが本当に強かったレジットにこれをで本当に負けたのはもうレジットあっぱれだったし今もう本当入場から見させてもらったけど、うん笑わせてもらった一番笑ったっすね。いやいやでも本当本当良かった良かったいい意味で。あいい意味で良かった笑ったというか、はい、本当にいや良かったなっ。いや改めて良かった改めて。はいということで、はい、いや素晴らしい改めて見ていい作品でしたね、はい、レイザーズっていうのはねクランプがすごく主張が強いチームではありますけども来季もね、はい、新たなトライと本当に新チームとしてもね、うん、楽しみにしていただけたらなと思いますので、うん、レイザーズのチェックチェックお願いします。よろしくお願いします、はい、2324シーズンも応援よろしくお願いします。